全国統一学力判定試験とは特定非営利活動法人教育制度研究フォーラムの学力判定センターが実施する高等学校卒業程度の基礎学力を確認するための試験である。現在試験的に行われている。現在学力低下や少子化などで大学側が優秀な学生を確保することが目的で実施されることになった。 この試験は模擬試験の代わりとして受けることもでき、なおかつ採用大学なら点数で受けることができる。しかし試験的なものなので現状採用大学は少ない。その他、AO 入試の判断材料としても利用される。受験料は2科目以下9000円、3科目以上12000円、団体受験も同じ。結果採用大学への成績判定証の発行は無料とする。 高等学校、または大学進学指導を行う民間教育機関の団体参加を認める。なお、団体参加機関については、学力判定センターの監督、指導のもと、当該施設での試験の実施及び通常実施日、以降に限り試験期日の変更を認める場合がある。公平性を可能な限り保つため、問題の回収と最新の注意を行う。結果の採用については、 今年度より選抜の際の参考資料の一つとしてまたは優遇処置等での利用が可能である。受験者数が目標を大きく下回ったため2007年度より休止されている。ありがとうございます。